古川武史の人生を変える習慣化。この番組は習慣化コンサルタントの古川武史があなたの人生を変えていくための価値ある習慣と習慣化について幅広くお伝えするものです。知識というより一つでもこれはやってみようとやる気が湧く音声発信を心がけています。どうもこんにちは、ナビゲーターの北村です。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本日はゲストをお迎えしての放送になります。今回はエリさんに、来ていただいて、トークということで、はい、でまあエリさんは本当に習慣化の、達人というかね、ちょっとこの習慣化に関するトークみたいな専門家トークみたいな感じでいきたいと思います、はい、片付けの分野に関しても、はい、まあ実績もたくさんおありになりますし、うんうん、まあそれだけじゃなくて、やっぱビリーフとか、こう、心の深い部分って言ったらいいんですかね。まあそういうことに関しても非常にその、洞察力とか、そういうふうなね、こう、ものたくさんお持ちなので、まあ今日はどんなトークがね、できるかっていうのをちょっと楽しみにしながらですね、はい、行きたいと思います。じゃあエリさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。はい、牛尾エリと言います。古川さんの知恵コミュニティに2016年から入って、まあ、今オンラインサロンと呼んでるやつですね。うん、はい、あ、そうですね。習慣化オンラインサロンっていうのに入って、はい、学び続けながら、片付けに対して、習慣化していくコンテンツを作って、LINE を使って、一人一人アプローチしているっていうことをし続けてきました。で、去年、古川さんの習慣化コーチ、養成講座っていうのに参加させていただいて、まあ、そこからその片付けに端を発した、その人生に対する悩みだったり、方向性だったりっていうことをコーチングできるようになりたいなっていう思って、修行中、また提供中みたいな感じです。まあ、修行中って、まあ、謙遜しておっしゃいましたけど、まあ、というよりも、もちろん、この片付けの分野に関しては、もうどれぐらいやってらっしゃるんですか？期間としては。そうですね。2014年に整理収納アドバイザー1級の資格を取って、はい、で2015年の6月から、まあ、有料コンテンツを立ち上げて、やり始めたっていう感じですね。うん、はい、だから、うん、5年、ちょうど5年になります。エリさん今やってらっしゃるのは、片付けの分野では、ね、この分野でやってらっしゃるのが、一日一つ捨てるプロジェクトとか、そういうのやってらっしゃるんですね。はい、そうですね。はい。とにかくその、まずベビーステップ、古川さんが言うところの、ベビーステップを習慣化できるようになるっていうところから、まあその人によってはもっと奥に突っ込んだ内容になっていったりもするんですけど、最初の最初のハードルがとにかく私自身がハードルが高かったので、でそこをまずクリア。できたら次々進んでいけるようにと思ってずっとやり続けてますね、うん、はい、ありがとうございます。今日はねシナリオのないインタビューなのでやっぱもう今純粋に興味を持ったのはそもそも片付けでやっぱ人生変わるってねよく言うじゃないですか、やっぱ片付けやるとね人生変わる、でやっぱそれ習慣化の魔法みたいなところでね、一つ言えて、ただ、やっぱそれってすごい、こう、片付けという行為と人生とかどう繋がってくるのかとか、それってね、こう、ときめく魔法とかね、こんまりさんですとかね、あと断捨離とかでも、まあ実際その、なんとなく、ああ、みんなそうだよな、と思いつつ、でも、その辺って、どうなんですかね、こう、何がどうなると人生が変わる、片付けのインパクトってのはどう思われますか、エリさんがやってて思う。聞きたい。そうですね、片付けを始めた時っていうのが、すごくこう、子育てに悩んでいた頃で、で、子供が、一人目が、1歳ちょっと、で、二人目が0歳から1歳になるようなところで、もう歩き始めると、こう、とにかく出すんですよね。わーって出すし、こちらかすし、絶対片付けないじゃないですか。で、まだ片付けられない。元に戻す意味もまだわからない。こちらかす専門で、ほんとドリフみたいな感じだった。こっちせっかく閉めたらこっちの引き出しがパコーンって開いて、閉めたのに出るみたいな、すごくこう、はい、もうフラストレーションが溜まりまくってたんですよね。勝手に私がやるしかないっていう。でもできないことに、こう、時間もないし、やらなきゃいけないことばっかりが山積みって。だからほんと混乱。
カオスになってる、うんね、うん。頭もカオスだし、うん、気持ちもカオスだし、うん、その暮らしも。明日子供に振り回されまくる時期ですもんね、二人も。そうなんです。で、その時期だとね。うんうんうん、で、一人とはわけが違うんですよね。二、うんうん、人になるともう、うん、あの、もう、お手上げ状態になっちゃって、そうなの、うん、で、そのカオスのところがものすごくこう苦しくて、うん、で、不自由感があったり、閉塞感があったり、うん、もう本当、泣きたくても泣けない。でもこれは私の仕事なんだ、私の仕事なんだっていう。母だから、母だから、みたいな感じで。しかもお休みってわけにいかないですもんね。そうなんです。今日は休みってわけにいかないもんね。そうですね。24時間営業だし、本当寝てる、みんなが寝てる時間だけが平安な時間で、トイレも、お風呂も一人で入れない状態。出てくるしね、一緒に入んなきゃいけないしね。そうですね。で、そのなんかこう縛られ感っていうか、こう、がんじがらめ感、みたいな。ああ、わかるなぁ。ふっとその、あの、もう歯が痛くなって我慢できなくなって、うんうん、で、旦那にもう無理って言って、二人任せて、一人で、4年ぶりに自転車に乗ったんですね。うんうんうん、その時の解放感が、わかる。これただただ一人で自転車に乗ってるだけなんですけど、この くっつきがいない状態で乗れてる。だ緊張するじゃないですか、やっぱり。ね、運転するだけでも子供がいるとなると、あの、ゆっくり行かなきゃいけないし、こう、そわ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 しながら乗ってるので、なんかその解き放れたりとあの感覚が、なんだこれっていうような感覚だったんですよ。で、その流れで、本屋さんに行ったら、片付けに出会って、あ、片付け法に出会って、あ、今やんなきゃいけないの、これだみたいな感じ。それは、どういう脈略からですか？その、なんか自転車で開放感があるすごいよくわかって、で、そこのまま本屋に行って、うん、で、その片付けで、今こうやんなきゃって思ったのは、開放感のため？それとももう今家がカオスになってることを片付けたら良くなるという直感。なんかいろいろ全部繋がったんでしょうね。ああ、繋がったの。先に自分の感情がパーって解放されたことによって、うん、で、その、こうなりたいって、この気持ちをずっと味わいたいっていう方が出てきたのかな、はいはい、この気持ちを味わいたかったんだみたいなことに気づいたんだと思うんです。で、それでその片付けの本にたまたまその子育てエリアに行ったら目に入って、そこにはもうスッキリだとか、あの習慣、片付け習慣化しようっていう本だったんで、たまたま。でそれがこう、普通に朝9時に人を呼べる家になっているみたいな、キーワードがあって、で、結局その、なんか普段日常通りのルーティンをこなしながらいつも綺麗な家を保ってるっていう、うん、これに憧れまくったんですよ。こうなりたいっていうすごい強い期待があって、うんうん、そっかもうなんかあの当たり前みたいに朝起きて、その何か当時肉みたいな感覚で、うん、あの掃除もできたり片付けもできたり、その嫌だなとかやらされてるな、またこれとか思いながら掃除や片付けをするんじゃなく、ごくごく平然と当たり前のようにさーっとできるようになりたいなーって思って始めたんですよね。うん。うん。で、それでやってったら、結局その、玉ねぎの皮を剥くような感じで、うん、あれもいらない、これもいらないって、どん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 こう引き算していったんです、うん。うん。今の自分に必要なものは、今の自分に必要なものは、どん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 引き算していったら、その、なんか玉ねぎの、あの根っこの芯だけ残った。うんになって、うん、あーって、そこで、うん、あ、私って何もないみたいな。ああ。え、その片付けしていろいろ捨ててった時に、うん、あ、母親という役割をしてなんかやってるけど、うん、あ、私何もないと思ったってことですかね。そうなんですよ。だからなんか、あの、うん、後付けなんですけど、結局その時に得た感覚っていうのが、その空が、うん、分かったみたいな感覚だった、うんうんうんあ。ないけどあるみたいな。うんうん、あるけどないっていう、うん。じゃないってことは好きにしていいんじゃないみたいな、うんうん。こっからどんな方向にも行けるし、うんうん、どんなことを自分にあの、うん、軸として立てていってもいいし、うん、目指す方向もどこを選んでもいいんだな、うん、みたいな、うんうんうん、このリセット感を得られたので、うんうんなんだろうな。
いつでもそのギアチェンジができるようなニュートラル気づいたみたいな。なるほどね。それは母親の役割をやりながら、そのことが超、要は自由解放というかね、思考的に自由解放が起きたってことですよね。多分その役割にハマってる時って、自由とか、どこに行ってもいいんだっていうことよりは、どちらかというと最初にエリさんがおっしゃってたように、閉塞感とか、振り回され感みたいなものの中で過ごしますもんね。でもそこで子育てやめたわけじゃないですもんね。やりながら解放感みたいなものとか、ね、うん、どっち行ってもいいんだみたいなことですかね。そうですね。うん。ということは、自転車で解放感を味わってたあの感覚っていうのが、片付けやってても同じように感じられたってことですか？そうですね。その巨大なやつはなくても、その一個いらないって決めて、手放していく、うん。子供のためにと思って買ったものだけど、結局見向きもしてくれなかったおもちゃとか、なんかその何年も使ってない、その独身時代の何かとか、なんか結局今の自分とステージが変わったことに気づいてない、気づいてるっていうか知ってるんだけど、そのステージが変わる前のものの異物がいっぱいあるっていうことに気づいて、うん、で結局それを次々手放していくときに、このプチ爽快感を味わう。なるほどね。収益がどんどん1枚、また1枚。そっかそっか。なんか北村さん今まで聞いててなんか感じたこととか。なんかあの玉ねぎの皮を剥くように、こう、一個一個こう剥がしていくっていうのは、何を剥がしていく、もうちょっとそこを教えてもらいたいなぁ。だしがらみだったり、こだわりだったり。例えばどんなしがらみ、どんなしがらみが剥がれてた、例えばその今までやってきた学生時代からずっと続けてきた音楽の活動してたんだけど、結局その音楽活動をもうやめている、今は子育てに専念しているけれど、その、たくさんの CD があったりだとか、結局自分のやってきた履歴ですよね。歩んできた軌跡があったりとかするから。なるほど。だそういうところをもう手放して、もう違う人生に歩んだんだから、つってこう、手放して。なるほど、なるほど。まあ、知ったか一つは、今まで音楽をやってきて、母親になって辞めた。でも、それがなんとなく過去の歴史の延長線上にあるものを、それを、じゃあ、そのアルバムとか全部手放すことによって、ゼロリセットというか、その過去に縛られない、リニューアルしてる自分っていう感じですかね。一個手放す。全部じゃないですけどね。あ、まあそうですね。できるものからこう、できるものからやる感じ。他に手放せたものって何があるんですか？そうですね。だからその当時着てた服とかもそうですよね。結局まつわりついてるわけですよ。その古着の、すごいド派手な、シックスティーズな、なんか、ワンピースだとか、網タイツだとか、その時の化粧道具だったり、結局もうそのね、くるくるカールとかもしないし、その母親である自分を受け入れていく儀式みたいな感じ。ほー、なるほど。あ、それもですね。なるほど。母親である自分を受け入れていく儀式のために、いわゆるその独身時代とかに使っていた化粧品だとか、そういう服とかを手放すことで、母親としての役割にこう集中できるっていう感じなんですかね。やっぱ、過去の囚われがあるっていうこと。そうですね。で、子育てに関しても、その子育て本だったりとか、赤ちゃん時代の服とか、もうだからもう二人までしか産まないって決めて、で、結局もう乳幼時期は過ぎ去ろうとしているから、なるほど。その、本当に小さい、誰にももうあげることのない、その、服だったり、サイズアウトした服だったり、これも全部流していけばいいよね。もう終わったものだから、なるほど。そこにはいろんな思い出もあるけれど、結局今この存在している子供の姿があれば、なるほど。それはこう、抜け殻だよねっていう。脱皮してるんだからね、抜け殻一生懸命取っててもしょうがないよね、みたいな。そっかそっか。こう、手放すことで、なんだろう、やっぱり今に集中できるってことなんですかね。あ、そうですね、そうですね。うん。で、どん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 後ろの方が、引きずってきてるものがなくなると、その、考えなきゃいけないスペースっていうのがすごくこう、ちっちゃくちっちゃくちっちゃくなってきて。なるほど。今とはちょっと未来のところ、ここだけ考えたらいいんだな、なるほど、なるほど、なるほど。絞られてくる、焦点が合ってくると、
だから娘のものでもこう上が女の子、下が男の子なんで、うん、だからあのサイズアウトした、でも下は男の子だから着ないっていう風になると、うん、結局、あの、スーザーにしてったりする。初めの頃はなんか男も女もなく、ああいうね、肌着なんかは、あの、共有してましたけど。そういうのもだんだん判断がつきやすくなってくる。決断力がついてきて、でもなんかもう見た瞬間、触った瞬間に、もうさっと決めれるものも増えてくるわけです。いらない DM とかだったらなんかもう1秒もかかんないみたいな感じになっていくみたいな感じですね。その決断力がつく、そうです、うん。明確になった感じ。そうですね。判断基準が明確になって、今の私と家族にとって必要かどうかっていう目線で見る。なるほどね。なんかその、過去のものを取ってるってことは、まあ我々だから普通にね、持ってるけれども、うん、引きずって、今との自分に必要なことって何かみたいなことを考える余白みたいなものを奪っちゃってるってことですかね。やっぱ物を残してるっていうことは。そうですね。スペースがなくなってるんでしょうね。スペースがないのかもしれないですね。それはそうかもしれないな。なんかその部屋をもうね、あのシンプルに、本当に、あの、すっきりとした状態でね、必要なものだけ揃ってるのと、色不要なものが入ってるのと、その空間の中に入ってるだけでももう、知らないエネルギーが奪われてる感じっていうのは確かにありますよね。そうですね。朝9時に人を呼べますかっていうそのフレーズにもすごく励まされてたんですけど、ということは、まあ、おもてなしできる家になっているっていうこと。で、つまりそれは一番自分にとって大事な人をおもてなしするっていうことで、自分と家族以外にその時には大事な人っていないよね。だから毎日自分をおもてなしできる家、家族をおもてなしできる家って言ったら、やっぱりこう余計なものはなくって、別にその装飾カビでなくてもいいけど、そのきちんと整っている、あるべき、心にあるべきものが配置されている状態っていうのがいいよね、みたいな。発想の転換になってたんですね。なるほどね。あの、千の利休の、あの、茶室のように、余計なものはなく、そのね、もう、それをするためだけのものだけがある部屋みたいな、発想とすごく近いかもしれない。生活のための家。なるほど。習慣化コンサルティングでは、身につけたい習慣の実践率を高めることができる、習慣化オンラインサロン、習慣化の実践コーチングができるようになる HRP 講座を開催しております。詳しくは習慣化コンサルティングホームページをご覧ください。番組ページに記載しております。それでは素敵な週末をお過ごしください。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。